ハリネズミ検証生活でーすこのね、お誕生日特典ね、明日までなんですけどね、いけるかなーっていう感じ。疲れ果てすぎちゃって、もうご飯どうでもいいや、みたいなえ、そんな感じになっております。ちなみに、本日も一応検証が届きまして、これ。あの、岡山南郵便局の、えー、アルファ。 アルファ様から来ましたよ、これ。もう、あのね、あるんだね。岡山南郵便局のアルファ様。で、今、今私はですね、もう、あの、ま、引きこもりというわけでもないんだけども、あの、不要不急の外出はしないで、用事があるから出てるっていう感じ。送り迎え。で、あの、ちびすけが、 えー、練習。チビスケのね、練習がね、むちゃくちゃなバカみたいにね、長いんだよ。何時から ?10 時くらいから、3時半ぐらいまで、ぶっ通して練習みたいな感じで、えー、なんか弁当みたいなのを持って行って、みたいな、えー、そんな感じでございます。なんで、中途半端の時間が空き時間になるから、 そこで、ちょっと、仮眠をしようと思ってたら、今日は風がね、むのすげえんだよ。ピヤピヤピヤ。で、あと最近なんかあの、明け方から、夜中とかもセミがなんかうるせえんだよ。なんなんだよ、みたいな、もう睡眠妨害が半端ないから、ちょっと、これをちょっとね、飲んでますね、これ。ね。あとは、もうちょっともうほんとなんか、 今、疲れが凄す,すぎて、あれだからもう、ちょっと今これ、飲むスーパーフード。奇跡の野菜と言われるビーツをドリンクにしました。エイジング対策っていうね。ちょっとこれを飲んでます。これはね、意外と飲みやすい。これは意外と飲みやすい。これはね、なんか常温なので、結構飲みやすくていいんですけど、うん。 なんかね、眠い時ってね、いや噛んだりとか、ご飯がめんどくさいから、これ液体で全てをね、あの、なんとかしようかなっていう、そんな感じなんですね。で、あの、若い頃に失敗したのは、ユンケルとカロリーメイトで生きてた時期があって、あの、もうご飯食べるのがめんどくさくて、ユンケルとカロリーメイトでね、 生きてたらね、結構太った。あれはやばいね。なんかね、カロリーメイトのチーズが、むちゃくちゃなんかマイブームになっちゃって、うーんで,で、ユンケルで、ね、なんかこう元気になって、あれを食べてみたいなやつをやってたら、かなり太ったね。あれがちょっとダメだったね。以前ま良い子は真似しないでくださいか。最近なんか検証で、ああいう、ちょっとユンケルじゃないんだけど、 リポデーとか、ちょっと、ちょっと安い系のやつが結構ドリンクが、塩ビタもやってて、アリナミンもやってて、リポデーもやってて、で結構ドラッグストア結構あの、豊富ですわな、検証が。でもね、不要不急の外出はね、しない方がいいですよ。今ね、なんでって言ったら、そのコロナ死なないじゃんって思ってるかもしれないですけど、今の現状は、ちょっと前の現状とは違って、 で、病床がひっ迫してるわけだから、重症化した時の対応とかが手厳しくなるし、ちょっとなんか違うね、ね、病気っていうか、まあ、今だった熱中症とかかな。熱中症とか、あとなんかちょっと、あの、体調悪くなったりとかした時に、病院にかかるのに、もれなく PCR 検査してからじゃないと入れないとかっていう時だから、やっぱなんか、 自助努力で無駄ななんかことしない方がいいと思いますよ。あの、スーパーとかね、あの、そういうもショッピングモールとかで品出しとか、働いてる人はそりゃしょうがないですわ。あの、そういうところがさ、あの、もうクラスターが発生してるとか、人混みすごいからさ、あの、ものすごかったよ。あの、私は送り迎えするから、駐車場渋滞を眺めて、 うわぁ、すげえこれ何これって。あの、なんか値段、あの、なんだろう、私が見たのは OK の駐車場なんだけど、もうそんだけ駐車場が、まあでも駐車場の数がね、名古屋とか、横浜とかってそんなに多くないんで、ただもう、あの、ショッピングモールとか、イオン,イオンモールとかさ、ララポートとかさ、あの辺とかはものすごい人なんで、 あーで、なんちゃってのさ、なんちゃって検温、なんちゃって消毒みたいな感じの人がいるからね。結構危険だよで、あの、今、一番問題なのは、あの、ワクチン打っても変異でかかるとか、ワクチン打ってもかかるみたいな。まあもちろん軽症みたいらしいですけど、でも軽症でも結構、うんね、ね大変なんでね。 私は、今は引きこもるべきだなと判断しております。まあ引きこもるって言っても、私の場合はもう疲れ果てて寝てるんだけど、で寝てる間に店が閉まっちゃって、あのー、こうわたわたって考えた時にはもう、チーンって、そんな感じでございますわ。ね、なんかもうこれ、これとか生き延びてるのは今日もちょっと多休民との相性が悪くて、で、あのね、 相当送り迎えしてる間に来るんだ。もう大差悪いわ、あの人。本当に。ごめんね。もうどんなのが当たってるか分かったがいいけどさ。今日それで、あの、このキッコーマンお市焼肉応援キャンペーンってか来たんですけど、なんかね、郵便局やってると思ったら、やってないんだ、あれって言って。で、書き留めとか、 荷物は配達してますけど、窓口は本局じゃないとやってないんですとかって言ってた。配達の人が。でもよくよく考えたら配達の人も大変ですわな。あの、来てさ、こっちは家の中にいるわけだから、マスクしないでさ、あの荷物受けるだけだからみたいな感じあるんだけど、マスクしてないやつがいきなり、こう、 で、出てきて、入って荷物を渡すのはあれ、危険な仕事だなと思って、なんか、と、ううう割りながら申し訳なかったなと。え、今日今日、窓口やってないですかって一口、一言だけだけど喋っちゃったんでね。ああ、でも相手のこと考えたらいい、気持ち嫌だったんだろうなと思って。だって家からと昼,昼寝というか、仮眠してる時にさ、インポンでこれじゃそのまま、とりあえず行くでしょう。そしたら、そのまんまじゃん。 なんか、マスクじゃなくて、こう、うちやかなんか、みたいなやつで、こう、完備するかな。でも、普通、配達の人と話さないんで、今日は特別になんか話したっていう感じ。こうこうこのこの、ビーツ、ビーツをドリンク。ビーツ食うのはあんま、りなんかこう、色がすごい、なんか、なんだろう。うん、ちょっと毒特しいから、ビーツは食べたくないんだけど、の、飲むんだったらいいかなと思って。あ。 うわーこれ濃い野菜ジュースみたいなあとさデルモンテのジュースデル,モデルモンテの野菜ジュースあれもキャンペーンやってるんであれも結構ねあのちょっとすりおろし系とか濃いやつは あれはね、結構腹持ちがいいので、あれもちょっとおすすめですね。あの、食べるのがめんどくさい人っていうのはいるのかどうかわかんないんですけど、3食だけが楽しみだっていう、あの、のもい,いれば、とにかく食べるのがめんどくさいっていう、この私系みたいな、うんうん、なんかこう、人がいれば。で、ちょっと開封を、この、結構、まあ、 なんだろうキッコーマってなんだったっけな松潤はもう待って、まさか松岡修造のクオカードとかなのかななんだろうななんか松岡修造のがなんかやってた。キッコマも私相性いいんだよ。じゃんあいつも超ありがとういつも超ありがとうは金銀の 収蔵クオカード。あ、こっちの方がいいじゃん。ダブルチャンス賞キッコーマン。おうち焼肉応援キャンペーン。おはあ金銀の収蔵。こ,こ、これダブルチャンス賞だけど。むっちゃこれ。おうち焼肉キャンペーンあー、焼肉。マン書いてる。キッコーマン 松潤は500円だけどさ、修造金銀だツさ。ン、エペントロ <laughs> なんだこれ君の情熱が肉をうまくする、全力焼肉応援目指せ、うまさの金メダル、全力焼肉応援金銀って言ってもなんかあの、本当に金ではないね。なんか、あ、ちょっと、 ちょっとなんか、なんだう、うんこ色と灰色みたいな。<laughs> <laughs> なんか、どうせアメリカのこれダブルチャンスしようでかなり嬉しいよ、これ。これ、修造いいね、これ。いや、着てるよ、これ。一応こ、こ、こ、こっちは、こっち、なんか上着か。この暑いのにこんななんかあの、着ちゃっても、顔がね、いいね、顔がね、もう、濃いね。 あの、どうだったらさあ、あ、そうか。茨城の焼肉男子、焼肉男子使ったらダメなの、キッコーマンだから。キッコーマンも、オリンピックの、あのー、オリンピックは初の歌だったような気がする。キッコーマンもそうだったような気がする。キッコーマンからなんかオリンピックのシャツもらったような気がするけど。いやー、これね、ちょっと嬉しいね。お前、こ指さすなよ、みたいな。 はははまさかダブルチャンスでこんな、いや、なんかあの、1000円の商品券とかよりも、これなんかこれ、いいね、これ。ちょっと使えねえな、これくく、ね。いやいや、コンビニで出しちゃダメよ、これ。プレミアがつくかもしれないだろさ、オリンピックの時期は、オリンピック修造何やってたんだろうねあの、ほとんどさ、水、私らは、競泳を見てたんですけど、競泳にね、修造ね、いなかったよ。 あの、なんかしの村上がさ、ちょっとね、うん、あの、村上って何、んチャンネルの、あれかわかんないですけど、なんか、その放送の権利が、その曲になった時に村上を起用してるところが村上だったみたいな,、うん、な。なんであいつがいるんだよ、無観客なのにって思ったんですけど、あの、関ジャニのね。あとは、あとは、TBS になった時は高橋直子とか、あとはなんだ。 誰、誰がやってたのあと基本的に北島康介は NHK で、で、あと、あとはなんかあの、うん、あんま詳しくないんだよね。なんつったって私あんま詳しくないからさ、ほんと先だけがよくわかんないから、いちいちなんかこのアホみたいな練習にさ、イライラしてんの、本当にもうバカじゃねえのみたいな、毎日だもんな練習が。 だからもう疲れちゃうんだよな、あ本当に。そっか、じゃあね、で、私はやってないんだよ。私は何の、何の練習もやってないのに、送り迎えで疲れてるっていうさ。で、送り迎えで疲れてて、で、もうご飯食べるのがめんどくさくて、でももう送り迎えの間でもかなりなんかもう、その一瞬に、車の中がもう、もう、くんに熱いわけじゃん、もう。 もうかなり暑い高温の中に行って、運転して、で帰ってきて、日光さんさんに浴びて、それでも寝ろって言ったら無理なんだってもう、もう本当に。はぁ、あ、疲れた。えー、でもこの、子のなんかの、疲れて、あの、疲れて寝て、 ちょっと復活した時には店が閉まってるっていう、店が閉まってるっていうかまあ、スーパーをやってるんだろうけど、遅くまでやってる店とかがあるから、まだあれなんだけど、飲食店とかがやってないっていうこういう状況はね、なんかちょっとね、ちょっとなんとなくなんかこう、うかーって思うけど、それなんかポジティブに捉えると、別にいいじゃんみたいな、別にいいじゃんみたいな、あの、飲食、あのね、 そうね。今回は、ちょっとあの、お金を貯める秘訣。うち、私は一代目なんですよ。一代で、別に親の遺産とか、親のなんちゃらとか、そういう相続とか、そういうの、まだ何にも受けてなく、で、むしろなんかあの、あの、そ、そういう系は、全く、ノー、ノータッチというか、あの、うん、考えてないタイプなんですけど、 一代目で割と、あのー、まあ、普通からしたらちょっと、いいんじゃないのぐらいの感じのレベルに持ってきているというか、まあ、投資をしたりとかですね、株とかをやれたりとか、だって遺産組の上とか、あとは定年退職組の人たちと、あのー、から嫌がらせを受けられるっていうことは、私一代でじゃあ、それ、 そ、そいつらから嫌がらせされるくらいちょっと同じレベルなのみたいな感じで思うと、ただまだその何千万かな退職金は入ってないし、あとその遺産とかも入ってないわけだし、相続とかもなんもないし、で、あの、旦那死んでるわけでもないし、生きてるし、え <laughs>、ね、それなりに都会に住んでるわけで、あの、車も持って、 好き勝手にやって、で、ある程度余力のある暮らしというかな、なんかあの、価値のあるものにはお金を出しますけど、価値が感じられないものは、えー、買わないとか、か価値があるとか、なんかこう、ここはっていう時にはお金を出せる、この資産形成というのをですね、ぜひ、あの、おすすめしときたいかなと。例えば、今回は、あの、うちのチビがですね、 えー、abc クッキングに似てるんですけれども abc クッキングね、1回あたりの単価でむっちゃ高いんですよ。でもすっごいクオリティの高いものを作ってきて、えー、あとは、その、もう教室が綺麗だったりとか、え、べ利便性が良かったりとか、あとやっぱ来てる人の質がすごくね、いいんですよね。やっぱり安かろう、悪かろうみたいな感じになって、 やっぱりそういう高価格帯のところに来れる人っていうのはそういう人たちになってくるので、すごくね、なんかこう、雰囲気がね、いい感じで、えー、そういうところになんかあの、うん、わざわざ値段を安くしてそこでなんかアクセク、とりあえずやったあかんみたいな、そんな、えー、じゃなくていいかなと。例えばその、検証で当たって、 来てなんとかガスかかかななんんでやってるなんとかガス主催のなんとかとかって言ってあれはもう本当になんかあの普段んなんかね、うん、ガスガス屋さんが主催するやつとか、えー、結構あるんですけどあとなんか味噌屋がやってるやつとかの料理教室ワンコインでとかするやつとかね結構雑多な変な人とかが多いんで結構行ってやってもねナイるだけでもう絶対嫌だとかって。 思うような感じなんですけど、例えば、あ名古屋がきついな、あそこなんかいろんなガス会社とかもあったりとかして、結構あの、えー、かなんかのとこでやってたりとか、あと、丸山とかで、味噌のなんとかで和食をとかっていうのも、名古屋かなりなんかの、 なんだろう、人を押しのけてか、わあ、私はーっていう感じの人が多いんで、そのなんか民族的に全然合わないんですけど、で、逆にこっちの方の主催で、なんかやってるやつで、銀座とかで開催してる、銀座なんとかショールームとかいうところで開催してるやつとかって、そこまでこうなんか、ぐいぐいの人じゃなかったりとか、あと検証で当たる人とかは、ーんそんなにすごいなんかあの、 か、セレブオーラはないですよ。検証の人っていうのは、なんかあんまりちょっと金持ちだな、セレブだなっていう人はなく、ただただひたすらなんかの大幸運なんでしょうね。なんか、なんか多分ついてる人なんですよね、きっと。で、多分価値観とかが同じなんじゃないかなと。あ、この検証当てたいなと思ったらそこに突っ込むみたいなところが、多分なんか同じなんだろうな、みたいな。うん、なんか、なんかそういうなんか、 あの、自分もやってるわけですから、なんか、まあ、合っちゃ合うんですね。うん、なんか、あのね。 ガスや主催の料理教室とは全然エビキシークッキングとか全然なんか違うっていう、なんかただお金は取らないっていうのだけはね、ちょっと覚えておいてほしいかなみたいな。あのね、安かろう悪かろうとかね、そういうのももうほんとなんか、また婚活で申し訳ないんですけど、はいでもね、値段が安いからこっちって言って、見比べて見比べて、同じものが、 あの、同じも、例えば家電みたいな感じで分かりやすく同じもので値段がこの店とあの店で違うとかだったらまだ分かる。でも、そんなに言うても違わないでしょみたいな、その、値、ね、切ってる時間がもったいないでしょうとか、私はそういうなんかこう、買い、か、こう見て、見て、比べて悩んで買うとかでんで 大嫌いなんで、もう、あの、一回目のファーストアプローチだけでもう結構その、店に行くっていうのがもうめんどくさくてしょうがないのに、ね、見て、見て、比べて悩んで買うとかじゃなかもうもう、もう、あの、まずもう店、店はもう、あの、なんか、県があるとか、駐車場があるとか、そこにたまたま行ったとか、そういう感じで、ね、まず、それだけ。で、物、 は自分で見て勝手に決めるみたいな。で、ねぎらない。ねぎらない。大体いいだ、だって、あの、買いに行くタイミングを重視すればねぎる必要ないんだもん。あの、家電とか、 っていいいいうのはだたた土日とかでで売りたいわけですよその時のノルマをあの売りたいんだけど売れなかったのが週明けとかにですねちょっとあの売らなきゃいけないっていうのは値段がグッと下がったりとかあとはその、えー、新商品が出たタイミングとかあの出るちょっと前のタイミングにあの人型古いタイミング タイプのもの。新しいものと切り替える前のものが 在庫処分でグッて安くなったりとかするので、そのタイミングで買うっていうことだけを覚えておけば、無駄な労力で、あの、クソ恥ずかしいことをしなくても済むと。で、ね、中にいるんだよね。1時間、小1時間ぐらいかけて1000円ぐらい値切ってさ、すっごいなんか店員の人を困らせるす。で、店員も、あの、決定権がないから、裏行って、表行って、何言って、歯に行ってとかして、結構待たされてさ、小1時間かけて1000円値切って、ああ、 それ無駄な労力だろうとかって思うことがあったりとかするんですね。うん。うん、まあまあそんな感じでですね。あのー、まあそう細かいところを蹴散らなくてもなんかこう完全なところをしっかり締めておけばお金は貯まるものです。そしてその価値のあるものにはお金を出せるような体制を作っていくとまああの常に。 買っていいくみたいな,そんな感じだって ABC クッキングなって1回の単価で払う1回コースはないのかなチケット制みたいになってるんでまああの6回コースで買う人と12回コースで買う人と24回コースで買う人とではやっぱ単価がこう多く買多い回数券を買ってる方が 割安になるっていう。まあ、これ、スポーツジムであったりとか、何のものであったりしても、多い回数券、エステとかでも、あの、その、単発で買うと高い。で、回数券を買うと割安になるっていう。それはもう基本的なことじゃないですか。その、回数券を買えるとか、これをやるんだって思ったら、割安の方で、え、同じサービスを受けられるとかっていう方が、 あの、そんななんか、あの、今は金利とかね,ね、お金預けててもお金増えていかないんで、そういうところで日々自分たちがあの使うところで、ちょっと同じことをやってるんだけど、ちょっと得するようなことをすると。で、安かろう、悪かろう、ただより高いものはないとかですね、あってですね。 あの100円ショップとかで価値のあるものは100円で買えればそれはすごくいいことなんだけど価値のないものってあるので例えば100円ショップで売ってる包丁とかねキッチングッズみたいなやつのまあまあ特に包丁ですわあんなの100円で包丁買ってね切れるわけがないでしょ で、一回切れたとしても、二回目切れなくなるね。そういうの100円でも無駄なものを買ってるっていうことですわ。うん。そういうのとか、だから、なんだろう、安かろう悪かろうっていうのかな。あとは、だからね、今、私のこの、やってることで、私、水泳とか本当に運動、運動というかなんかあの、それ泳げないんで、基本的に。泳げないな。なんか多分変な泳ぎ方で、なんかあの、 生き抜く感じで泳ぐのはな、なんかやれば多分できると思うけど、全然なんかあのアスリートじゃないので、アスリートに子供をするために何をしたらいいのかとか、自分なりに考えて、ちょっとしたプロデューサーみたいな感じでやってるんですけど、まあね、一番はやっぱり、あの、その教えてくれるコーチが良くなきゃダメだとかっていうのを、あの、 先生大事っていうのは、なんとなく私ね、他のことですごくなんかあの、思うことなんですよ。うん。なんかその、その道にたけるようになるんだったら、先生大事っていうのね、すごくね、あるんですよ。あの、先生大事ですよ。本当に、あの、いい先生になれば、早く成果が出るんです。あの、 なんか、実績とかがなかったりとか、いまいちだなーっていうのに、ゆるーく、安ーく、お金払ってると、だら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 、なんかこう、行くんですわ。それ、あの、婚活もね、いい、自分の相性の合う、いい人に、ちょっと高くても、お願いすると、スパッと2、3ヶ月で、相手が見つかって、結婚の道筋ができるけど、もう、 安いです。わっていうなんか5000円とかそれくらいのあれでさ。なんかねね。年々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 長い人10年ぐらいやってる人いるみたいですかね。その高くても2ヶ月で。多分もう結婚とかそんなのってだら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 期間かければかけたほど。いろんな跡がドンズバになってくるから。 結構そこら辺はケチっちゃダメだと思うんですよね。だからケチっちゃダメなところとかって絶対あるんですよ。だから子育てにおいても、あの、まあえーな、ここをケチっちゃダメなところ、ここはお金をかけなきゃいけないところとか、ここはお金をかけなくてもいいでしょうとか、そういうところのね、あの、見極め、時期の見極め、 特に、あのー、うちの場合はアスリートなので、アスリートっていうのは、その、成長期っていうのがあって、あのーこう、運動能力が一番ぐーっと伸びる時に、じゃ何をするのかとかっていうのを、やっぱり、あのー、把握することで、ど素人でもですね、なんとかこう、こう、なんとかこう、 っていうそういうそういうそ感じですなんとかっとちょうど今ゴールデンエイジっていう感じで運動能力を今作ってるような感じであのまあちょうど中学生になるくらいまでにこのセンスとか能力とかっていうのがグンと上がるんでそこでグンと上げといてそこから中学生以上になると今度持久力がついてくるっていうのでだからちょっとあの 練習量を増やす。今は多分質じゃないかなって思ってるんで、ちょっとあの、うん、頑張ってはいるんですけどね。あとだからもう、ね、いろいろなことをやるのに、すごいなんかスポンジ並みに吸収力がいい時期と、もう、あの、何をやっても全然吸収できない時期とか、そういうのもあるんで、で、あの、ま、お金の話に、 すると、今もう若い人でも、その、飲食をやめて、まあ、酒飲んだりとかする。居酒屋とかね、あれむちゃくちゃお金かかるじゃないですか。ああいうのをやめて、宅飲みになり、で、宅飲みもやめ、で、自炊をし、今ね、そういうなんかあの、傾向になってるんですよ。やっぱり、外食ってだって、よく考えてください。あの、ガストの社長、むっちゃ儲かってんですよ。 ガストって、あの、利用してる人って、めっちゃ安く、こんな、こ、うんなドリンクもガブガブ飲めて、ハンバーグ、こんなハンバーグで500円で、うわ、まあ、お得、自分で作るより全然お得、もうすっごいお得って思って喜んで行くやついるじゃん。ね。でも、ガストの里、むっちゃもっと全然、そこ、その、あの、人でバカたちから、 こうね、召し上げたお金で、もっとゆ優雅な暮らしをしたいんですよ。じゃあ、な、じゃあ、あなたたちが食べているものって、限界いくらでしょうかみたいなことで考えたら、ね、それ無駄なわけですよ。そういうのを、やっぱり自分で、あの、作ったりとか、あの、 まあ特にこういうさ、あの、外食に行けないとかっていう時期になった時に、やっぱりその家事能力っていうのが料理能力、調理能力とか、そういうが効くとか発想とか思考とか考え方とか、ああいうもうこもらなきゃいけないっていうのがね、急に来るみたいですよ。だからあの、 仕事とかしてたりとか、まあ、なんか、いきなりなんかのね、そこで関わってた人が、濃厚接触者になりましたとかってなった時に、あの、外出できない、買い物行けない、何もできないとかってなった時に、じゃあ、どう、どうやってそれのあるもので、こう、食い繋いでいくかを形成したり考えたり、もう外食なんかできないわけじゃないですか。外食ばっかりで頼りにしてたら、もう、もう、もう、2年目でしょもう、 やばい、やべ、自分で何とかしないと、ぜ、ねダメでしょみたいな、思わないのかなあとね、あの、貧乏な、なんか変なやつは、すごいね、寿司好きよね。そこまでこだわらなくても、家でご飯炊いて、刺身のむ、うん、食ったらいいんじゃないのみたいな。賢い人は、ブロックの、あの、お刺身切ってないやつ買って、自分で、 カットして、あの、白米い,いて食べやすわ。うん。でそこをさ、スシローだからとか、クラスだからとか言って、食って喜んでるっていうさ、そういうのお金たまんないんですよ。まず。で、あとは、まあまあ、いでも結構なんかあの、価値観の合う人とやっぱり話すると、外食はしない。 それはもう、お金が無駄なのと、健康にも無駄なの、よろしくないのと、将来の自分、あと子供の,あの価値観とかもやっぱり歪むんですよ。あの、そうやってなんか何でもかんでもこう、外でちょろちょろっと食べるっていうのが、癖になるっていうのはね、実によろしくな、ね、い。子供のメンタルとか、あれに。うん。であと、コンビニに行かない。これもね、結構ね、地味にコンビニっていうのは、 その、いかに来た人に <laughs>、いかになんかあの、新たなものを買ってもらうか。ね、しかも低価勝負ぐらいな感じじゃないですか。だからなるべく行かないようにする。でもコンビニは来て欲しい。来てさえもらえばなんか買ってもらえるみたいな店作りをするわけですよ。だからタダでサンプリングに協力したりとかするわけですあの、なんかあの、よくあるでしょ。タダ。タダで、あの、 うんなんか全プレみたいなやつでさ、ドリンクのさ、あのなんか100円ぐらいの発泡酒当たりましたっつってさ、その、な,なんか行って、コンビニに行って、でも本当にケチ、ケチっていうか、本当になんか、ね、俺は多分それだけ引き換えて帰ってくるんでしょうけど、普通はなんか、ついでなんかって言って買うわけだから、それを期待して、あれしたりとか、ね、お金払えるさ、なんかの、 決済サービスとか、コピーとか、いろんなサービスを充実して来てくださいねありきでやってるのに、っていう感じじゃないですか。なんか、アホなやつだとね、結構なんか田舎で、その、新商品の,そのドリンクを引き換えるために、5件はしごしてやっとあったとかね。それなんか、パパバカじゃねえの、こいつって思うくらい。それでなんかあの、削りねえ、むっていねえ、消しれとかね。 もったいねえんだよ。てかし、そもそも、暇だな、お前とかって、いう感じだけど、田舎の5県ってね、都会の5県とはね、話にならないくらい、すごいんだよ。すごいんだよ、田舎の5県。この田舎のコンビニ5県巡りってね、むっちゃすごいんだよ。こっちのなんかね、あの、 なんだろう、スーパーマリオのコインがカン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 ってあるくらいの、このもう隣同士でコンビニがあるくらいな、が、が、あの、都会ですけど、田舎も全然ないもん、コンビニ。それ5軒行くっても、バカじゃねえのって思うもん。うん、んコンビニに行かないとかね。あと、自販機で買わないとか。まあその辺はね、まあ普通に、 ケチなやつだったら、あーってわかるじゃないですか。でも皆さんなんかで今、投資に興味があるみたいで、どうやったらお金が増えるのかっていうのを、今なんかやってる人、若い人で多いみたいですけど、やるのがいいかもしれない。まあ、そう、そうやって気づいてね、株に少しでも興味持つのはいいかもしれないですけど、今は、割と、 日経平均高いですよあんま買い時ではないんじゃないのってここからさあのうわってなると私は思わないのであのカーブで買うんだったら私は投資信託とかの方がいいんじゃないかなとあの積み立て投資とかですね。 うん。あとで、プロの人っていうのがいるんで、プロっていうのは、やっぱそれなりの特権を得てですね、あのー、視察に行ったり、そのもう、自分たちの土素人がやる以前にもずっとプロとしてやってるんだから、その人たちが選んだ銘柄。じゃあ、投資信託で何でいいんですかからわからない人がいらっしゃるんであれば、私がおすすめするのは、 あの、沢上ファンドの沢上投信ですね。ちょっとあの、調べていただいて、YouTube とかでもな沢上会長がまたいい話とかしてたりとか、もうむちゃくちゃすごい方だったりとかするんで、ぜひあの、見ていただくと、まだそんなに、うーんー、なんか、バーンと、なんか変なさ、変な親父が再生数高くて、 沢上会長のこんなにこんな数なのっていうぐらいなんかまか不思議な,な、ね、あれ根拠のない変なじじのさ株の,の話とか儲け話とかさそれなんかそういうやつがさあのアクセスあったりとかして「この人ほんとすごいのにな」っていうのがあんま評価されてないとかがちょっと不思議かなみたいな。ああとねあのもう 経済とかだと結構もう最初からなんか経済感覚でなんだろうやっぱり経済評論家ってやっぱり学歴からして最初から華々しかったりとかするんで私ね日大とかぐらいの人の日大卒で株語る人はあんま信用してないんだよね うん、だって、そこの段階で、いまいちだったから、日大だったわけでしょみたいな。それ嫌だったらさ、あの、もし株のなんとかの、投資家のなんとかで、人からお金を集めたいんだったらうあの、東大の大学院かなんか行けば、とりあえず、東大院卒って言えば、あ、東大なんだな、みたいな、自分の価値が上がるじゃん。そした方が、 のね、投資なんちゃらスクールとかでやるのってさ、講師の学力紹介で、本大卒とか書いてあったら、なんか、普通の人は行く気にならないし、単価のお金そんなに取れないと思うんだよね。そこなんでさ、あの、東大院卒まで行かないのかな。別に働いてても、あの、ねいい 学大学とか学校とかって行ったりとかできるのになっていうそこがもうね自分の中でなんかちょっとこの人ダメだなっていう感じうん思うんですよねうんお,お金のことを語るんだったらっもうちょっとなんかあの自分を高くセールするためのプロモーションちゃんとしときなさいよみたいなところのツッコミどころがある人は信用しないうんそれで今あのーまあ、沢上投信とかって 言いましたけど、まあ、大体ね株でねあのー、まあ1年2年とかで成果を上げようとするよりも10年先の投資とかっていう発想じゃないとうまくはいかないのでであのー、じゃあじゃあでも とかってなかなかね株の投資っていうのはなかなかハンデがハンデというかなんかこうやろうかなっていうさ実際にお金を預けようかなとかっていうあの気持ちにはならなかったりとかすると思うんですけどまあ日々ねお金をこう貯めていく支出体制ができればまずあのこう100万を貯めその100万からスタートするとかっていう感じ。 で、あと、あんまりお金が全然私たまんないな、この人はね、もう、勝手に引き落、引き落としになるようなですね、感じの、あのもう、そうね、大体のもう、相場が出てるじゃないですか、大体給料、ね、手取り給料の2割ぐらいは貯金しときましょうよ、みたいなやつを、もう、もう、天引きで、もう、入ってきたら、スッとこう、お金が、あの、な、なんかこう <laughs>、 ね、な,くな,くなくなるというかシステムを作っておかないとなかなかねたまんなかったりとかするんでまず年間100万ぐらいはねあのちょっと目指してお金を貯めて100万を、えー、まずこうこうこう動かしていくと100万から次の1,000万に1,000万が2,000万に1みたいな、まあ、2,000万になってくると結構あっ あーっていうぐらいなんかいろいろなことができたりとかするので。で、うん、そこまではっていう感じだと、まず、じゃあ、とりあえずね、純金積み立てとかは結構リスクなくて、あのー、いいですよ。なんか、天引きで月5000円とか。まあ、まず、とりあえずは、とりあえずは月5000円。で、あとは、あのー、 金は割と、あの、経済が、こう、なんていうのかな、株が暴落した時に、あの、結構強かったりとかするので、えー、いいですよ。結構ね、助けられましたよ。純金積み立て。うん、本当に、月5000円の純金積み立てが、もう、10年ぐらいで、何、100万以上とかになったりとかして、 まあ、いざとなった時のあであどうしようっていう時にふっとお金が出せる。うん、だってあの KK とかって400万とかでこんだけドロ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 日本中に嫌われたりとかしてるわけでしょ ?400 万ぐらいなんでお金ないんですかみたいな。なんかもっと綺麗なことすれば別に誰になる 何にも言われなくて良かったのになっていう感じかなとかそれを出せるようにしまあでもねあ,あの人はちょっと一般的にはずれてるからもうなんかもう発想がなんか男の人をなんか金づるにしか思ってないような人は。 ちょっともう怖くて、あれなんで、なんかもうね、おっさんでね、ほんと、バツイチのおっさんとかでね、バツイチとかまだ結婚しなくて、ちょっと自分気持ち悪くて、あんまり、モテ期じゃないんだけど、で、近づいてくるやつ、ババアはね、怖いですからね、ああいう系に引っかからないように、注意してください、もう。あの、あんまりなんか、こう、なんだろうな、 なんかああいうなんかこう人に狙われたら怖いねんのよ。もうお金400万も出してなんかパピーとか言われてた人が本当なんか気の毒で仕方がない。あのなんかもう生きてる間に取り返せればいいのにって思いますがねああなんかね。 あの話も釈然としないわ。まあまあでもそれよか言う私は結構あのビビってるのは小田急線のあの事件で割と近場で起きてるので私ら結構小田急線をね撮影に行ったりとかするので怖いよ。よあの時たまたま柿岡かなんかで電車通ってたんだよね。だいたいね。 7時半に練習終わるんで、8時ぐらいにね、電車通ったりとかしてるんで、そうタイムリーに小田急線ねん、見てたからもう怖くてゾワーってって、あれでさ、 だから人生勝ち組がムカつくからとかって言ってさ、切りつけられたらもう、どうなっちゃうのみたいな。でもちょっと電車詳しくなってきたんで、あとその車両が、新型5000系だよとかね。それちょっとわかるからあれなんですけど、新型5000系って、一両に、ね、2台ぐらいカメラがあるみたいですけど、そのカメラっていうのは基本的に、あのー、なんか、 スリとか痴漢とか用のやつだからあれね防犯とかにはならないで,でしょうよけどね。であとだから子供が電車に乗るときはどこに乗ればいいとか言ったってさ電車って今さあのほとんど前と後ろにしかさし職員の人の車掌さんとか乗ってないわけじゃん。なのにさその人がいるところとかって言ったってさ無理じゃんとかって思うんだよね。 ほんと電車通勤とかさあ、電車で学校に通っている、なんかあの、子供がいる人たちはもう恐怖でしかな,ないですわ。特に、特に、あの、小田急線で通ってってこう、こういう凶悪な事件って、その前はカリタスが、あれね、ギリ小田急もちょっと絡んでるんですよね。小田急登りと。 であとは南部線の上りとと小田急の上りととの間の駅地下のところで起きた事件でカリタスの,あのバスが狙われたやつとか、まあ、あれもちょっと近隣で小田急若干絡みで通勤通学を狙われてとかで言うとねああいうんか変な人なんか無敵な人に襲われるとほんと怖いなと思います。うん、ん勝勝組組ととかかさ勝ち組じゃないとか かさ、あの、負けてんのは、だから勝ち組になるためには、努力しないとダメなんだ努力しないと。このね、何がね、伝えたいかっていうとね、この、日々の努力を私は伝えたい。日々の努力。お金が、えー、ないとか、お金がうんたまらないとかって言って、ブツブツ文句を言って、収入を あげられればそれはいいけど、今の時代はそんなに簡単に収入を上げることができない。そしたら何をする支出を下げることです。うん。なるべく、質素倹約に努めることです。それは、ドケチになれと言ってることではなく、必要でないものを買わなければいいし、資質素倹約です。倹約に努めればいいんですよ。私は、もうこの、あーのー、 なんていうかなこの,この外出たらダ,ダメで浮かれちゃダメな時期はじゃあもうちょっとまた <laughs> この結構段ボール段ボール解体作業ね結構夜な夜なやってるんですけどもうね段ボールもものすごい溜まってきてるんでこれ何とかしないとダメです。あとケーマーのの方からの いただくコメントの中で私これはあんまり欲しくなかったんで応募しなかったっていう言葉を聞くと結構グスってこちょっと刺さる私でもね結構なんかあのなんか見るとこれいらねえなと思っても応募しちゃったりとかしちゃったりとかするんでねなんかその辺はねちょっと見習わないとなってだから自分で自分にあのちょっと無駄なものは買わない って言わないとダメだなでも無駄にしないように努力してるんでねまあそんな感じでございますえー、なんかねちょっとね買い物にも行けずまあ今ちょっとだからまあそういうこともあってですねあんまりこう何て言うのかなねスーパーに行ってないのでちょっとまあこういう時期はなまあこういうお話でもっていうそんな感じで長々と お話ししいたしましたま今回もご視聴ありがとうございましたけーム今回は収蔵が当たりました当あたったよたったよ。